この間仕事で取引先の会社を訪問して応接室に通されたその部屋に入るのは初めてだったが高価そうな洋画の横にどす黒い不気味な像が置かれているのに気がついたお茶をいただいて担当者と仕事の話を始めたもののその像がなんか気になるけどいきなり関係のない質問をするのも 変だと思っていたら、カタログを持って参りますので、少々お待ちください。と、相手が中座した。で、象に近づいてみた。口を大きく開けて、吠えている猿の姿が、台座にしつらえられている。木彫りなどではなく、本物の猿のように思えた。ただし、剥製のようにふさふさした毛ではなく、 魚の干物のような色と質感で、これはミイラなのだろうと思った。高さは題材を入れて、一ミリ弱と大きくはないので、日本猿ザルなのかもしれない。しげしげと見ていたら、突然、サルの大きく開いた口の中から、赤黒い芋虫のようなものが出てきた。それは、サルの体のように、星干,干からびてはおらず、 ぬめぬめと濡れて、伸び縮みしている。うわぁと思って、後ずさったら、猿の口がしわがれた声を発した。揺れる。揺れる。明日。朝に揺れる。はっきりそう聞こえた。そして芋虫のようなものは引っ込んでいき、それ以後、一言も発しない。 唖然としていたところに担当者が戻ってきた。ああ、その猿、興味を持たれましたか皆さんそうなんです。何というか、場違いですからね。これは弊社の先代の社長が大切にしていたもので、何でも決断に困った時なんかに予言をしてくれたんだそうです。予言。これまで聞かれたことはありますか と俺がやっと言うと「ははまさか音一つ立てたこともありませんよ」まあ処分するわけにもいきませんしこれでも結構話題のない時には役立ってくれてるんですソファーに戻ったらやっと落ち着いてきた「今見たことを話そうか」とも思ったが担当者の口ぶりからすると「下手な冗談としか受け取られないんだろう」と思いやめにした 何とか打ち合わせを済ませて、署に戻った。家に帰ってから、防災用品の確認をしたり、風呂桶に新しい水を貯めたりなど、いろんな準備をした。揺れるという予言なら、地震としか考えられない。かといって、これをまさかテレビ局や政府の機関に報告するわけにもいかない。気違い扱いされるだけだろう。迷ったものの、 会社の同僚にも話さずじまいだった。ただ、実家の両親には、明日の朝に自信があるかもしれないから、用心にしろ、と連絡はした。やはり信じている反応ではなかった。緊張して眠れなかったが、4時には起き、いつでも飛び出せるよう、貴重品を入れたバッグを持って待機していたが、特に何もない。そのうちに出勤の時間になったので、 会社に行くことにした。8時を回ったが何も起きない。いつもモーニングサービスを食べるホテルに寄ったら混雑していて相席になった。素早く食べてしまおうとしたらテーブルの上のベーコンエッグの皿やオレンジジュースがガタガタ揺れたので、来たーと言って立ち上がった。店内の客が一斉にこっちを見た。 すると相席だったハゲのサラリーマンがあ,あすいません私の貧乏ゆすりです悪い癖でついうっかりそれ以後何も起きないまま一日が終わった怖い話とかは好きだけど 霊感なんて全くない自分が思わずゾッとした経験。私が通っていた大学はすごく田舎にあって遊びに行こうにも車がなければろくなところがないようなところだった。友達はみんな一人暮らしが多く車を持っている子なんてごくわずかだ。そんな中で唯一歩いて行ける距離にあった遊び場がカラオケだった。 そこはいわゆる本当のカラオケボックスで、コンテナの使い古しみたいなのがずらっと並んでいるようなところ。お世辞にも清潔とは言い難い、田舎だから周りにも街灯も少なくて、夜になればかなり暗かったけど安かったし、当時は歌えればそれでいいという感じだったので、さほど気にせず頻繁に歌いに行っていた。 その夜、一緒に歌いに行ったのは、隣の部屋の友達で、その子がボックスの入り口や窓のある方に背を向けて座って、私はその対面の外が見える位置に座っていた。いつも通り普通に歌っていたんだけど、途中から雨が降ってきたせいで、外の天気は気にしたりしていた。で、友達が歌っている時だったか、自分の歌の感想の時だったか、ふと何気なく外を見た。 そしたらガラスがはめ込んである扉のガラス部分から男の人の後ろ半分の姿が見えたんだでもそれは別に体が切れていたとかじゃなくて前半分は扉に隠れていただけなんだけどただ自分がそれを見た瞬間に最初はただ普通に外を通った人かと思ったのになんていうか理屈じゃない感じで 見ちゃいけないものを見たっていう感じがすごくしてすぐに目をそらしてしばらくは外を見ようという気にはならなくなったその時はただなんとなくすごく嫌な感じがしただけでその後外を見てもなんともなかったからそんな感覚はすぐに忘れてまた歌に熱中してたんだけどその帰り道友達と歩いて帰ってきて お互いの部屋に入る前に、家のドアの前で少しだけたわいもない話をしてたんだけど、ふと友達が黙った後に思い切ったように聞いてきた。〇〇ちゃん、かっこ私。霊感ってあるなんか見たもちろん私は友達に、さっき見た男の人のことは話してもいなかったし、それどころか、それが霊なのかどうかもよくわからなかった。 急にそんなことを言い出した友人にびっくりして聞いてみたら、今まで言わないようにしていたけど、その友達は時々例のようなものを見たり感じたりするということだった。とりあえず友達にはなんだか見ちゃいけないものを見た気がしたけど、それはただ普通に外を通っただけの人かもしれないし、なんだかよくわからないと正直に伝えた。 そしたらその友達は、私は背中を向けてたからあんまりわからなかったけど、多分私たちが歌っている間中、ずっと窓の外に立ってこっちを覗いてたよ。と、ゾッとするような怖いことを結構淡々としながら言った。私の方はビビるのため、もうめちゃくちゃ怖くなってしまって、その日はその友達の部屋に泊めてもらい、 外が明るくなるまで寝ないで一緒に起きていてもらった。別にその日は怖いことは何もなかった。後日談大学の卒業間近になって、その隣の部屋の友達と他の友達も含めて一緒に飲んでいたとき、少しだけ怖い話になって、そういえば、という感じで、その時のカラオケの話が出た。その時は、 私がメインで話して、隣の友達は相づちを打ったり、補足をしたりする形で話をしていたんだけど、私が話を終えようとする頃に、最後にその友達が付け足しのように言った。実は怖がると思ってたから、今まで言わなかったんだけど、あの日カラオケからついてきてたんだよね。家までは入ってこなかったけどさ。その言葉に、 私だけではなく一緒にいた友人たちもガクガクブルブルしたのは言うまでもなくやはり淡々としながら話すその友達自身もなんだか得体の知れない感じがしてちょっと怖かったりしたあんまり怖くなかったかもだけど私にとってはシャレにならないくらい怖かった話でしたあの友達も少し怖かったけど今は元気にしてるのかなぁ マルケン N 氏。まあ俺の地元なのだが、ここにはいわく付きの祭りというものがある。ワイカは下流域の河原で、毎年夏の終わりに行われているティー祭りというもので、もともとは大昔にワイカーが干し上がった際に、人柱にされた二人の兄弟への鎮魂のためのお祭りだったそうだ。妹は妊娠していたとか、 兄弟は迫害されており、無理やり人柱にされた、といったような、穏やかではない話がたくさんあるが、真意のほどは定かではない。ただ、あまり納得のいく形で人柱にされたわけではないことは確かなようで、その証拠に、兄弟の恨みか悲しみか、毎年のお祭りの日には、必ず雨が降ると言われている。事実、俺が知る限りでは、毎年その日は、 雨が降っていたように思う。どんなに晴れていても必ず通り雨があるのだ。という話を数年前、俺が大学生だった当時、一緒に心霊スポット嵐、各個心霊スポットでバカ騒ぎをしたり、カップルを冷やかしたりをしていたノッポの Y と茶髪の A という友人二人に話したところ、ぜひ行ってみたいもんだ。 連れて行かないとお前の車ぶっ壊す。と聞かない。高3まで毎年行ってたけど、何も見たことないし、期待できないぞ。と言ったのだが、大丈夫だって。最近なんか俺ら霊感強いみたいだし、きっとなんか出るよ。と、笑顔で返され、しぶしぶながらも、久しぶりに地元の祭りに行くことになった。大学2年の夏である。 さて、友人を祭りに連れて行きたくなかった理由は二つある。まず一つは、祭りで出店しているおっちゃんたちが結構な確率で知り合いだということだ。田舎は実に狭い。冷静に考えればどうでもいいことなのだが、なんか妙に恥ずかしい気がする。そしてもう一つ、最近自分たちの霊との遭遇率を考えると、本当に何か出てきそうな気がしたからだ。 幼い頃から慣れ親しんだ地元の祭りで、霊体験などしてしまったら、恐ろしくて地元に帰れなくなるかもしれない。そんな心配をよそに、俺の運転する車の中で、A は爆睡。Y はカーステレオから流れてくる b ズの曲を熱唱していた。実に腹立たしい。現地に到着し、車を近くの臨時駐車場に止め、 しばらくは普通に祭りを楽しんだ。天気はやはり雨だったが、降ったりやんだり。傘もいらない程度の弱さだった。俺は中学、高校時代の友人に会って世間話をし、Y は出店の料理を片っ端から食い、A はプレステ2が景品の、当時は発売されてからあまり経っていなかった。くじ引きにはまっていた。やめとけ、A。そのくじ引き屋の親父は、 俺が小学校の頃からいるが、一度も二棟以上見たことがないぞ。祭りも終わりの時間が近づき、しょぼい花火が上がり、出店のおっちゃんたちは勝手に酒を飲み始め、ほとんどの出店が閉店作業のような状態になっていた。田舎の祭りなんてこんなもんで。んで、お前ら何か見えたか皮肉まじりに俺が A と Y に尋ねる。 焼きそばの素晴らしいうまさが見えたよ。と、Y あのくじ引きは詐欺だってことが見えたよ。とえ、お前ら舐めてんのか。つうか三千もくじに継ぎ込むな。そんな感じでまったりとしていたのだが、不意に周りの喧騒が遠くなったように感じた。あたりを見回せば、すぐ近くでおっちゃんたちが缶ビール片手に騒いでいるのだが、音だけが、 遠くに感じる。Y を見ると泣き笑いのような表情をしている。A は無表情だったが、険しい目つきで周囲を見回している。どうやら全員何かを感じたようだ。おい。キョロキョロとしていた A が川の方を見つめながら呼びかける。あれ、やばくないかそうつぶやく A の視線の先。 川のちょうど真ん中あたりに人影が見える。しかし、どう見ても普通じゃない。全身が見えている。足先までがはっきりと見える。祭りを行っているワイカワ流域は、確かにそんなに深い川ではないが、それでも一番深い川の真ん中あたりは、1メートル以上は、有にある。人影が見えるのはちょうどそのあたりで、水面に出るほど、 巨大な岩もその辺りには存在しないはずであるそれはつまりどういうことかあの人影は水の上に立っているということにならないか一瞬でそこまで考えた直後ザーッと傘もいらないほどの小雨だったのが突如前が見えないほどの大降りになったもう撤収するぞあいつ近づいてきたらマジで死ぬ Y がそう叫び、俺たちはその言葉に従って早々に撤退することにした本当にヤバそうなのがいたら体が動くうちに逃げること俺たちが何度かの霊体験で学んだことの一つだ濡れた体を乾かすためすぐ近くの俺の実家に向かったのだが向かっている間ずっと雨の中に紛れてすすり泣くような声が聞こえたのはマジでしんどかった 俺はその後季節外れの風をひき、丸二日間寝込むことになり、肝が太い Y と A も二度とその祭りに行こうとは言ってこなかった。俺もそれからその祭りには行っていない。霊感ある奴は T 祭りには行かない方がいい。最初に書いた人柱うんぬんと関係があるかどうかはわからないが、あそこにはガチでヤバい何かがいると思う。 友人と遊んだ後、雨降ってるし、時間も遅いからって、友人を家に送った帰り、今週の漫画読んでないなぁ、と思い出して、コンビニへ行った。店内に客は自分だけ。一冊目を手に取って、ふっと顔を上げると、コンビニの前の道を白い傘を差した白い服を着た人が歩いていた。 こんな時間に何してんだまあ、自分も出歩いてるけど。と思いつつ、本に目を落とした。一冊目を読み終え、次に読もうと思っていた本を手に取り顔を上げると、さっきの人が前の道を歩いていた。歩道とコンビニの間には駐車スペースがあるから、至近距離で見たわけじゃないけど、見た目も歩き方も同じだったから、 一目で分かった。変だなって思ったけど、いろんな人がいると思って、そんなに気にはしなかった。二冊目も読み終え、次に先ほど店員さんが並べてくれた今日発売の雑誌を手に取り、読む前に同じ姿勢で疲れた肩を回す。すると、また前の道を歩いている人が、さっきと同じ白い傘を差した人。さすがに薄気味悪かったので、その後は窓の外へ、 目を向けず、漫画に集中した。さらに2冊ほど読み終え、顔なじみの店員さんと少し会話をし、ご飯を買って外へ。雨は小雨になっていたけれど、また強く降ってくると嫌だし、早く帰ろうと、歩道へ出た瞬間、ドキッとした。20メートルほど先を歩く、白い傘を差した人の姿。田舎だから、そんな時間に走ってる車は、 ほとんどなく、街灯も少ないので、コンビニから離れると、あたりはものすごく暗い。そのせいで、余計不気味に思えた。なんかやだなと思い、わざとゆっくり歩いているのに、それでもどんどん距離が縮まっていく。どんだけ歩くの遅いんだよ。って思った。前を歩く白い傘の人との距離が3メートルくらいになって、 なんとなく、これ以上近づきたくなかったし、追い抜く気にもなれなかったので、だいぶ早いけど、あの路地曲がるか、って思っていると、その人がその路地を曲がっていった。よかった、って気持ちもあったが、何もされてもいないのに、勝手に想像してごめんなさい、って気持ちもあったので、その人の後ろ姿に向かって、 軽くお辞儀をした。その瞬間、その人が何か言っているのが聞こえた。えっ,って思ったけど、こっち向いてないし、一人ごとだと思うことにした。そのまま歩いて、次の路地を横切ろうとして、なんとなく右を見た。見慣れた住宅街が見えた。白い傘を差して歩く人も見えた。ありきたりに背筋がゾッとしたとしか言えないけれど、 嫌な感じがした。だってさっきまではこっちがゆっくり歩いても距離が近づくくらいあの人はものすごくゆっくり歩いていたはず。でも今はどちらかといえば早足。いつもよりほんの少し大股で歩いている。なのに相手も一本奥の道を並行して歩いてる。何か嫌な感じがしてそれを振り払おうと偶然か。 それともこっちを意識して歩く速度を変えて遊んでいる障害者が何かだろうと思うことにした。でも何度路地を横切っても白い傘を差した人が一本奥の道を歩いている。見えないところで歩く速度を速くしたり遅くしたりしても自分が横切るときに向こうの人も横切っていく。すごく怖くなって脇目も振らず大通りまで走った。 頭の中では自分に向かってこれはただ雨が少し強くなってきたから濡れたくないから走ってるだけって言い聞かせた大通りまで出るとさすがに数台の車が走っていて少しほっとした大通りを渡るときに右を見たけど人影はなくそれ以前に向こうの路地から大通りへ出ても横断歩道がないのだから渡れるはずもない それでも、もしかしてと、大通りを渡って、一つ目の路地を横切るときに、勇気を振り絞って右を見てみた。誰もいなかった。その後の路地を横切るときも、誰も見えなかった。当たり前だよな、と落ち着きを取り戻して、歩き続け、この路地を曲がれば、さあもうすぐ家だと、いつものところで右へ曲がった。奥の路地から、 白い傘をさした人が出てきた。えっ,って思った時には、白い傘をさした人は、路地を曲がって、こちらへ歩いてきた。鳥肌が立った。やばっ,って思った時にはもう、戻ってきた道を走ってた。見られないように全力で走って、一つ前の路地を曲がった。なのに曲がった路地の奥の道から、白い傘を差した人が、 歩いてきた道の真ん中まで出てきてそのままの体勢のまま不自然な感じでぐるんとこちらに向き直って歩みを進めてきた寝静まって真っ暗な住宅街のど真ん中で道が交差する付近には街灯があるものだから白い傘と白い服はものすごくはっきり目に映った深夜だっていうのに大声が出た うわーって感じの。持ってた傘も、コンビニの袋も放り投げて、一目散にその場から走った。走りながら友人に電話をかけて、寝てるところを起こし、今から行くから家に入れてくれ、とお願いした。数時間前に送ったばかりだっていうのに、友人は OK してくれて、助かったと急いで走って向かったのだけれど、大通りを越えて、 コンビニを過ぎ、道路を横断して、曲がろうとした先で、白い傘を差した人が立っているのが見えた。もうこの時には、なんでとしか考えられなくて、曲がるのをやめて、そのまま次の路地を目指したんだけど、そこでも白い傘を差した人が、奥の路地から出てきた。もう嫌だと思いながら、道を先に進んでいると、携帯が鳴った。 けれどおかしなことに着信ではなく不在着信の表示。しかも3件。時間を確認するともう4時を回っていて、自分の中での時間はまだ10分程度だと思っていたのに、すでに1時間近く経っていた。街から出てないし、それ以前に曲がれないからこの通りを抜けていないのに、住んでいるはずの街が知らない街のようで、 すごく怖くなった。友人に電話をすると、まだ今どこ来ないのと、眠そうな声が電話から聞こえてきた。行きたいけど無理。曲がれない。曲がった先に白い傘を差した何かが先回りしてる。って、きちんと言えたかはわからないけど、そう伝えると、友人は何言ってっかわかんねえけど、 先回りされてるなら、追わせればいいんじゃないって返してきた。でも、言われても何も考えられなくて、え、え、何言ってんの意味わかんねえ。って返すのが精一杯。言葉を強めて、意味不明なことを言う自分に、友人は怒ることなく、ゆっくり丁寧に、一度曲がりたい方向と、逆に、一度曲がりたい方向と、逆に曲がるでしょ そしたら、前に先回りされてるんだよね。それから後ろ向いて、追われる形で、まっすぐ道を進めば、行きたい方向に行けないもう何でもいいから、すがりたい一心で。わかった。って言って、友人の言う通りにしてみた。もう何も考えられなかった。すると、本当に曲がった先に、白い傘を差した人は現れるけれど、 後ろを向いて逃げても追いかけては来ない。正確にはこちらに向かって歩いては来るけれど、それは自分が曲がった角のところまで来たら戻っていく。でも、また別の角を曲がったり、路地へ入ろうとしたりすると、その先の道から出てくる。行けると思った途端、周囲に誰もいないのに、おぉ、と声なんだけど、 言葉じゃないとわかる音が、後ろから聞こえてきた。感覚的に、ああ、あれが喋ってる。と思い、より一層足に力を入れて走った。ようやく友人の家の近くまで来ることができ、電話で伝えると、家の前まで出て待っている、と言ってくれた。 約10年ほど前、日時や登場人物は関係者に迷惑になるといけないので全て微妙にずらします転勤になり隣にある雪深い地方都市に移ったそこで職場のパートさんに数ヶ月前にエレベーター事故で清掃会社のおばさんが亡くなったと聞かされた夜就業後に 5階からエレベーターを呼んで、階下に降りようとしたら、エレベーターの箱本体が来ていないにもかかわらず、ドアが開き、転落死した、とのこと。隣の市の自分の会社の事故、とはいえ、県が違ったため、全く知らなかった。当時、それを聞いたときは、心霊的なことに興味もなかったので、 気にせず、毎日23時頃まで仕事をしていた。会社の人間は、みんな21時頃には帰ってしまうため、夜は自分、警備員さん一人、清掃会社の方3から5人という状況が多かった。当時はサービス残業に対して、老基の監視も甘かったので、6時が終業だったのだが、いつも、 11時ごろに5階の事務所にタイムカードをスキャンしに行っていた警備の方の迷惑になるため11時15分には必ず退社するという約束で警備の方には会社に長時間勤務していることは内緒にしてもらっていたその日もいつものように23時ごろタイムカードを打ち事務所を出てエレベーター乗り場に向かった 会社は古いビル、築30年以上で、改装を実地した時に、エレベーターを大きなサイズに取り替えた直後ということもあり、亡くなった方への賠償は、エレベーター製造会社、工事受け負い会社が支払い、エレベーターの箱も無償交換されたとのこと。事務所を出たところで、通路を曲がって消えた小柄なおばさんを見かけたのだが、 最初は清掃の方だと思い、エレベーターで先に一人で降りられては困ると思い、急いで後を追った。エレベーター乗り場の前に行くと、なんと誰もいない。古い建物のため、非常灯もなく窓から差し込む月明かりのみで、薄暗いエレベーター乗り場前には自分一人。資材が放置してあり、 人が隠れることは可能だが、今、そんなことをする意味もない。あれ、おばさんいたよな。不思議に思いながら、エレベーターのボタンを押そうと、パネルを見ると、なぜか数分前に、自分が5階に来るのに使ったエレベーターが3階にある。警備員さんが使ったのかそれよりも、さっきのおばさんは、 どこへ行ったんだその時、押していないエレベーターのランプが4階、5階、と、登ってきた。あれ、警備員さんが事務所の施錠に来るのかな、と思い待っていると、スーッとエレベーターの扉が開いた。中には、誰も乗っていない。その時に、 やっと聞かされたエレベーター事故のことを思い出して、怖くなり震えた。怖くてエレベーターの中に入ることができない。どうしよう、どうしよう、と、エレベーターの開くボタンを押したままガクブルしていた。エレベーターとは少し離れた場所に階段があるのだが、ものすごく急な階段で明かりが一切ないので、 そちらを使うのは危険という意味で怖かった。怖くて怖くて仕方なかったのだが、11時15分の約束のこともあるので、恐る恐るエレベーターに乗り込み、1階へと向かった。1階の警備員室では、警備員さんがのんびりとくつろいでおり、やはり警備員さんではなさそう。まだ誰かいますかと、警備員さんに声をかけると、 もう誰もいないよ。との返答。警備員さんには何も言わず、急いで会社を出たが、一人暮らしだったために家に帰るのが怖く、一時間以上コンビニで立ち読みをして、恐怖心を紛らわせてから帰宅した。ここまでが第一部。この数ヶ月後には、もっと変なことが実はあった。 数日間は気味が悪くエレベーターに近づくのも怖かったのでタイムカードも早めにスキャンして夜にエレベーターは使わないようにしていた仕事の業績も順調で自分の能力も上がってきているのが分かってきたのでいつしかその夜の体験も忘れて仕事にまた没頭するようになった職場の人間には 一切その夜の体験は話さなかった変なやつと思われるのも嫌だったので一年ぐらい経って同業他社で就業を終えた社長の息子が上司として着任してきた仕事熱心な上司で毎日22時頃までデスクワークをこなして帰宅するのがデフォ自分は建物の1階で毎日働いていたのだが 22時過ぎにエレベーターのそばにある急な真っ黒な階段を使い1階まで降りてきて○○〇〇くん、かっこ僕、早く帰りなよと必ず声をかけてくれて少しだけ立ち話をして上司が帰り自分は仕事を続行していた半年近くそんなことが続いていたのにある頃から帰宅する上司に 全く合わないい日が続いた。ちなみにエレベーターを使用して下に降りると1階の自分の職場の裏側になるため働いている自分は気づくことはありません急な階段を使用すると自分の職場の真ん前に降りることになりすぐに分かることになります会社の建物内で実地した他の社員の送別会の時に 酒を注ぎに行った際自分最近早く帰るようにしたんですか夜に会わないですよねひょっとして何かやばいもんでも見たんですか上司えああいつものように22時頃までやってるよもう階段じゃなくエレベーターを使ってるんだでもやばいものって何のこと 上司がちょっと険しい顔で聞いてきた。酒の席だったので、冗談めかして、昔のエレベーターであったことを少しだけ話した。話を聞いた上司が、この後、外で二人で飲もう、と誘ってきた。上司は自分より一つ年下で話しやすかったので、OK して、送別会の終了後、近所の飲み屋で落ち合って、 再度飲み出した。上司が着任当初にエレベーターではなく薄暗い階段を使用していたのは、一応エレベーターは物販の運送用で、人のみの使用は禁止が決まりのため、最初はお互いのバカ話、だんだんと仕事の話へ。そこで自分の体験をしたことをかなり詳しく聞かれ、すべてを話した。 上司はこの建物であった事件を家でも会社からも知らされていなかったようで根掘、ね、り葉掘り聞かされた上司実は階段を使わなくなったのには訳があるいつものように階段を使って下に向かう途中3階の踊り場で変なものを見た以下は上司から聞いた内容です上司は踊り場でものすごく恐ろしい顔で こちらをにらみつけるおばさんを見たんだとか、薄暗い階段ではあるのだが、輪郭から色彩までははっきりとわかるくらいで、そのおばさんを見てしまい、思わず何かあったのかなと思い、どうしたんですか、清掃の方ですよね。何も答えないおばさんを不思議に思いながら、どうしようと再度声をかけようとしたところで、 おばさんが急に、パッと消えてしまったとのこと。上司も、えと驚き、急いで5階の事務所に戻り、気を落ち着かせてから、エレベーターを使って帰宅したらしい。警備員さんは巡回中で、警備員室に不在だったため、警備員さんには何も告げずに帰宅し、やはりそのことは誰にも言えず、気にかかっていたらしい。 かなり大きな会社の次期社長のため変なことは言えなかったらしい。自分が見た場所、事故があった場所はエレベーター周辺なのでなぜ階段で目撃したのか。辻褄が合わないが上司が見たおばさんは間違いなく清掃会社の制服を着ていたとのこと。自分は小柄なおばさんだったということは間違いないのだが服装や表情は いいいまちはっきり記憶がない結局この話は会社ではしないでくれと頼まれ家で社長に相談してみるとのこと上司は階段を使うのが怖いらしくビビりながらしばらくエレベーターを使って帰宅わざわざ1階の自分の職場まで立ち寄って今日は大丈夫何も出なかった少し後に 休日を使って建物を払いしたと上司が教えてくれました。今は自分も上司も例の建物とは違う別の県の営業所で働いているためお互い話すことはありません。自分は実家の仕事を継ぐためにお盆前に退社する予定なのでこのことを会社の人間に話す機会がなくなりそうなのでついつい ここに書いいてしまいましままたごめんなさい。今も事故のあった建物は何事もなく使用されています。お祓いの効果があることを信じたいものです。